こんにちは、花城ココアです。今日はセブンイレブンのサンドイッチを食べたいと思います。セブンイレブンのおにぎりを食べる企画をやったんですけども、おにぎりを食べるならサンドイッチも食べなきゃということで、今回はサンドイッチを買ってきました。 1,2,3,4,5,6,7,8 並んでる三角形の形のものは全て買ってきました。もうお腹ペコペコだから早速食べていきましょうか。ココチューブ、それではいただきます。1個目はこちらミックスサンド、お値段が270円です。カロリーは295キロカロリーです。よくね、総カロリー知りたいとかカロリーが知りたかったっていうコメントをいただくので、カロリーを言わせていただいております。ではピリピリピリミックスサンドっていうことで、卵とツナとハムサラダが入ってる感じですね。迷ったらこれを買えばいいっていう感じ。じゃ あまずはツナサンドからいただきます。おいしい。このツナサンドってさ、シャキシャキしてるから玉ねぎみたいのも入ってますね。もう美味しい。何よりさ、パンがさ、しっとりしてて美味しいですよね。しっとりしてるけどべちゃついてないんですよね、すごい。じゃあハムチーズレタス、美味しい。朝ごはんの味でさ、レタスがすごいシャキシャキしてる。おにぎりもいいんだけど、サンドイッチのいいところはさ、生野菜も挟んで食べられるとこですよね。レタスがシャキシャキで美味しかった。卵サンドをいただきます。なんか白身と黄身が全部ぐちゃぐちゃって混ざってる感じじゃなくて、程よく粗みじんになってる。サンドイッチで一番卵サンドが好き。白身と黄身がバラバラになってるから黄身の濃厚さも感じられて美味しかったです。なんかさ、こっちにもさ卵サンドあるんだけど、この卵サンドと今食べたミックスサンドの卵サンドはなんか卵の形状が違いますね。2個目はこちらてりたまサンド、お値段が313円で391キロカロリーです。おお、さすがてりたま、カロリーが結構高め。チキンと卵が入ってるんですけど、さっきの卵サンドとちょっと近い形の粗みじんにされている卵が入ってます。美味しそう。サンドイッチって軽食っていう感じで1個じゃ物足りないけど、チキンが入ると急にボリューミーになりますね。おお、さっき持ったね重さと全然違う。すごい重さがあります。もう断面がすごい綺麗。チキンの甘じょっぱさがたまらない。卵がね本当にすごいたくさん入ってるんですよ。卵サンドかっていうぐらい入ってる。嬉しい。チキンは丸ごと大きいのが1個入ってるっていうよりも刻んであるものが入ってる感じです。でも刻んであるといえども結構大きめに切られてるから食べ応えが抜群。そしてね、この甘じょっぱいソースと卵は合うのはもちろんなんですけど、マヨネーズが入ってるのが合いますね。レタスも入ってるんですけど、他の具材がねインパクトが大きすぎてそんなにレタスの存在感は感じない。でもたまにレタスを感じて、あ、君いたんだみたいな感じ。お腹空いてる時はこれいいですね。照り焼きのソースが直でパンにね塗られてるんですよ。だからね一体感が抜群です。3個目はこちらハムサラダサンド、お値段が302円で361キロカロリーです。これもねサラダっていう名前の割にカロリーが高い。1、2、3個と入ってますね。ペリ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 、ハムがミルフィーユ状になってて上にねキュウリがある感じですね。ちょっとキュウリ私アレルギーで食べられないのでキュウリは抜いていただきますね。このサンドイッチのね醍醐味ってねキュウリだと思うんですよ。キュウリがね食べられた頃はこれ普通にね美味しく食べてました。もうシャキシャキしてる感じが美味しいんですよね。おいしい。全部のねサンドイッチに入れることなんですけど、中身がね大きいものって2個入りなんですよ。でもこれはね薄めだから3個入ってるんですよ。なんかさ3個入ってるとお得な感じがしちゃいますね。
美味しい。普通のマヨネーズじゃなくて、からしマヨネーズが使われてるから、鼻に抜ける香りがね、いい香りです。でも、からしマヨネーズって言っても、辛さはないんですよね。からしの風味が残ってる感じ。だから、お子さんも食べられる辛さ。分厚いハムもいいけどさ、薄いハムが重なってるとね、美味しさも増しますね。ハム、マヨネーズ、ハム、マヨネーズ、ハムみたいな感じで、マヨネーズがサンドされてるの。だからマヨネーズ好きにはたまらない。うん。4個目はこちら、チキンカツサンド。お値段が378円で459キロカロリーです。サンドイッチってなんとなくサラダを挟んであるからヘルシーなイメージがあったけど、普通にこの1個でガッツリな食事って感じなんですね。特にこれはね、チキンカツですからね、揚げてるものを挟んでますから。おー、すーごい分厚いカツが入ってますね。千切りのキャベツが入ってますね。千切りのキャベツ入ってるサンドイッチって少ないですよね。レタスは入ってるけど。で、見る感じ、しっかりとチキンカツにね、タレがね、染み込まされてる感じがします。これは美味しそうだ。うん、うん、シンプルなソースがかかってて美味しい。チキンも柔らかいですね。揚げ物でボリューミーだから、しつこいのかなと思ったんですけど、バカですこれ。他のやつってマヨネーズっていう感じで、ダイレクトにマヨネーズが伝わってくるんですけど、これはね、そんなにマヨネーズが入ってないんですよ。そういった意味では、すっきりとした味わいですね。まあ、揚げ物だから、さっぱりではないんですけど。うん。なんか衣もね、分厚すぎなくて、すごい食べやすいです。結構キャベツ入ってるじゃんと思ったんですけど、食べてみるとそんなにキャベツ感じないですね。個人的にはもっとね、キャベツあってもいいぐらい。でもこうやってね、野菜が入ってるのとないのじゃ違いますからね。持ってる時にね、中の具材のね、感触をね、感じられるサンドイッチって珍しいと思う。すごいこのパン越しにチキンを感じる。さっきからそうなんですけど、サンドイッチ食べるとめちゃくちゃ上顎にパンがつく。これ私だけ？うんうん、今も張り付いてる。よくサンドイッチって断面のところにだけ食材が入ってて、端っこの方は何も入ってないとか、そんな巷の噂を聞いたりしますけど、これはね、しっかりと断面だけじゃなくて、パンの端っこの方までね、しっかりとね、大きなね、チキンが入ってます。お得感が満載。うん、ここチューブ。続きましては、はい、卵サンド。お値段が270円で404キロカロリーです。そんなに高いんだ。やっぱりあれですね、揚げ物とかがカロリーが高いのはもちろんなんだけど、マヨネーズが入ってるからね、一見ヘルシーそうに見える卵サンドもね、カロリーが高い。ま、そんなん気にしないで食べちゃいますけどね。おお、まずこっちが正面でしょ。ラッカイスとさ、裏までぎっしり入ってるの。めちゃくちゃ入ってません？こんなに入ってんの？すごい。丁寧に扱わないと溢れ出しそう。うーん、パンの存在感はどこに行ったのっていうぐらい、全部がね、卵。飲む卵サンドっていう感じですね。うん、食べる時もね、今までのサンドイッチみたいにガブッとは食べられないですね。だってこんなに溢れてきちゃうもん。うーん、なんかコンビニだからそんなに入ってないかなと思ったけど、予想以上に卵が入っててびっくりしてる。あっちもたくさん入ってます。でもね、こっちはさっきと違くて反対側は普通ですね。おいしい。これはもうね、ほぼペースト状ですね。だからふわっふわ、とろっとろ。あー、もうなくなっちゃう。うん、最高です。はい、次はペッパーポークサンド。お値段が367円で344キロカロリーです。これすごい美味しそうだよね。ペッパーポークがぎっしり入ってる。期待ができる。だってね、見て。反対側までに溢れてるもん。パストラミみたいな感じですね。すごいたくさん入ってる。うん、
想像よりもこのポーク柔らかい。胡椒がピリッと効いて美味しい。うん、思ったよりも軽めでびっくりしてる。でキャベツがね、酢漬けのキャベツなんですよ。だからおしゃれな味ですね。美味しい。うん、マスタードと胡椒が効いててすごい大人の味わい。味は濃いんだけど食感が軽めみたいな。だからさらっと食べられますね、これは。個人的にはもうちょっと歯ごたえのあるハムでもいいかなと思います。まあこれはこれで軽くて美味しいですけどね。これは好みの問題だと思うんですけど、もうちょっと私は歯ごたえのね、あるハムの方がね、合うんじゃないかなと思いました。続いてはこちら。ハムと卵のサンド。お値段が313円で、355キロカロリーです。3個入ってるやつで、うち2つがハムと卵。で、真ん中がハムとレタスになってます。いいですよね、この1個のサンドイッチから複数の種類のサンドイッチ食べられるのは。じゃあ、まずはハム卵。うん、これは間違いない。これハム卵なんですけど、ハムはね1枚薄いのが入ってるだけだから、ほぼほぼ卵サンドっていう感じですね。あんまりハムを感じない。もう1個のハム卵、さっきの卵サンドの単品も美味しかったんですけど、どっちかっていうとこのゴロゴロ入ってる系の卵サンドの方が好きかも。すごい卵の味をね、こっちの方が感じられる気がする。真ん中に1個だけ入ってるハムレタス。うわー、これもマヨネーズたっぷりで美味しそうだな。になってて、刻んである玉ねぎも入ってます。だからね、シャキシャキしてます。うん、今7個食べたんですけど、もう口の中がねマヨネーズっていう感じ。ほとんどのコンビニのサンドイッチがマヨネーズでできてると言っても過言ではないと思います。ラストはこちら、シャキシャキレタスサンド。お値段が302円で262キロカロリーです。これ一番大好きなやつです。このレタスがたくさん入ってる感じが美味しいんですよね。好きなものはね、最後に取っとくタイプなので、最後に取っときました。楽しみ。レタスたくさん入ってますね。あとはチーズとハムが入ってる感じですね。ではラストサンドイッチいただきます。また上あごにパンがくっついた。いつ食べてもレタスがシャキシャキ、美味しい。レタス好きにはたまらないですね。他のサンドイッチに比べてレタスがたくさん入ってるから、お野菜が食べたい人にももってこいのサンドイッチだと思います。チーズもチェダーチーズで美味しい。綺麗な断面。ということでラスト一口です。ごちそうさまでした。本日はセブンイレブンのサンドイッチを食べてみました。私個人的にはやっぱり最後に食べたレタスのねサンドイッチが一番好きだなと思いました。皆さんのお気に入りのサンドイッチがあったら、ぜひともコメントで教えてください。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。花城ココアでした。バイバーイ。これはな。
持てない。じゃーん、スプラスリーとのコラボのゼリー。プル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 。うん、